はい、どうものりまんです。朝のチャート観察続きで、ちょっと今ね10時14分ですね、チャート見ながらちょっとエントリーをしてみようかなといったところで、ポンドドルなんですけども、はい、ここですね。先ほどね、まあ、見ていたその通りなんですが、5分足でこう切り下げてきたところで 1.30 っていうところ、先週からねこう安値を切り上げてきたっていうところから一体ね、買いのエントリーをしてみました。現状4時間足冷やしレベルで見ると、この辺り、抵抗体ゾーンですね、 1.30 から安値 1.29574、ここまでね、一時的にドンと下がる可能性もちろんあるわけですけれども、一旦この辺りでね、そこを打って判定する可能性、そこと、今現状短期足レベルでこう安値を切り上げてきたっていうところで、この直近高値ですね、今抵抗体として機能しているのがここですよね。この辺り、1.3036、40、この辺ですね。この辺に向けて持ち合う可能性もちろんあるわけですけども、一旦ここでね短期の切り下げをブレイクして、上昇する可能性が高いかなと。で、仮にここをブレイクしてくると、ドーンと急落したね、元、次の目標、1.31とかね、そういったところまで大きいね、上昇が期待できるかなといったところ、あとは4月、期待相場、上昇相場というところで、この辺りで一旦ね、日足のサポート抵抗体、先週ズドンと売られてきた中なんですけども、こういったね日足の目標から、判定する可能性が、あるかなというところでね、一回買いのエントリーをしてみました。はい、狙いもシンプルですし、目標も明確なんでね、いいかなと。仮に直近高値を抜けずに、この 1.30390 ですね、これを超えずに下がってきたとすると、それはね損切りして終わるにしようかなというふうに思います。現状、損切りはここですね。短期足1分足レベルでこう底を作ってね反転していったところ、ここですごくね、レジスタンスでドーンと抜けていったっていうところありますよね。チャートの流れからすると、この辺りに、損切りを受けるようなトレードであれば、波のリズムからしてもね、この切り下げ逆側のトレンドをブレイクして、明確に方向性を出したっていうところで高値を作った押し安値ですね、この辺り、1.3014、この辺りに損切りを置いておけばねいいかなというふうに思います。はい、荒い通貨、殺人通貨と言われている、ポンドだったりするわけですけども、しっかりと適切なね、チャートの形と、損切りさえしておけばね、最悪損切りですよね、しっかりと損切りを置いておけば、そこまでおかしなチャートの動きをしているわけではないですし、現状この高値 1.3037 というところと、安値が 1.30 というところですね、この辺りで、レンジ、そこのレンジを作ってきていると。一旦こうズドンと、オーバーシュートというかね、飛び抜けている形ありますけども、これがね、日足4時間足レベルの目標なので、値をつけている部分に関しても、チャートの形としては綺麗ですよね。これは上位足で見れば見るほどその流れは顕著で、例えば週足で見た時にはね、こう上昇の流れを作ってきて、天井圏ダブルトップを作ってドーンと下がってきて、でもここ以前のね、そこから反転していたところ、こういったネックラインで反発をして、今レンジを作ってきてるっていうのはこの週足の流れですよね。で、ここの範囲は例えばこういうところでねズドーンと飛び抜けてるとか、ここでもね正月明けにドーンと飛び抜けてるとかっていう流れはありますけれども、実体レベルだったり、意識されてる部分っていうところに、ラインを引っ張っていくと、そこでね、おかしな動きはしてない、これがね、チャートの不思議というかね、チャートのできる仕組みだったりもするわけで、そういった特徴を捉えて見ていけば、チャンスっていうのはね、あるんじゃないのかなというふうには思います。はい、でこれも週末に向けて、また大きい動き出し、雇用統計等でねドンって動いていく可能性ありますけれども、仮に高値この 1.30390 これを超えていってくれれば、しばらく様子を見ていけるかなといったところですね。はい、それはね、差し値逆差し値だけ入れて、様子を見ていこうかなというふうに思います。はい、はい、朝の続きです。今時刻は15時10分ですね。今日はね、一大イベント
新元号が発表されたということで、先ほどねお昼過ぎの時刻に令和っていうね新元号が発表されましたね。なんかこう新元号が発表されるっていうと、平成が発表されたね1900何年80、90何年、ちょっとパッと出てこないですけども、その30年の歴史が終わったっていうところと、これからねまた新しい元号が始まるんだなと。自分たちが馴染み深い元号でいうと昭和平成、さらにその昔遡ると先人たちがね大正昭和明治大正昭和と生きてきて、なんかそう長い歴史を考えるとね、すごい歴史的瞬間というかね、なかなかまあ普段感じることのない、まあ、不思議な感覚が、まあ、芽生えたんじゃないのかなというところですね。まあ、新年度が始まったというところと、まあ、それに踏まえてね新しい言語がスタートしたというところで、より一層ね、こう新たな気持ちで、なんかこの先、まあ、主に、ね、この先1年間まあ、スタートを切れるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ポンドルですよね、一回この朝方にロング買いレンタルしたっていうところで、このまあ切り下げと 1.30 っていうところですね、まあ、これで、まあ、この切り下げをブレイクしてきたところで一体まあ買いレンタルしたっていうところでした。その後ねずっと、まあ、気持ちいいぐらいね綺麗に上昇していってくれて、この持ち合いのレジスタンスですよね、これを突破していったと。 1.30 直近高値 1.3039 を突破してきたっていうところで、まあ、少しね安心してこのチャート見ていけるのかなっていうところです。で、まあ、高い位置まで来るとね、どうしてもこのドーンと強く売られた流れの、まあ、戻りが入ってきやすいチャートではあるんですけれども、まあ、次の目標っていうのが、まあ、切り板例えば 1.31 だったり、まあ、4時間足の流れで見ると戻り高値がまあ一旦この辺ですよね、まあ、1.3082 で、まあ、次の目標っていうのが、まあ、これレンジ、まあ、冷やしレベルのレンジを作ってきている中で、例えばこの 1.32 っていうところ、まあ、この実体レベルで見ると 1.3188 この辺り、まあ、広い目線で見るとね、まあ、そういったまあレンジが想定できるので、まあ、その辺りに向けて、まあ、ひとまず今週の頭から、まあ、週末の雇用統計に向けて、まあ、期待上昇相場というところ、まあ、想定通りというかね、まあ、そんな流れになっていったのかなと。なのでひとまず、まあ、損切りを切り上げて一旦この 1.31 というところに、まあ、差し値、これ、ね、ポジションを2つ持ってるんで、もう一つをね 1.32 というところに置いて、あとはまあ放置しようかなと思います。はい。でもう一つこれですね、あ今ちょっと伸びてきちゃったな、ちょっと今ログしようと思ったんですけども、どうしよう。これドル円ですね。この朝方にこう、111円から上昇していって、この押し目が入ったところですね。で、下からこの切り上げてきている流れ、これはまあ綺麗にね、切り上げの流れがあって、ちょうどドンと下がってきて、この111円でまあ見事にサポートされたっていう、まあ、レーザーポ転換ですね。その流れがあったっていうチャートで、今ね、15時の時刻で、東京市場がマクロジの時間帯で大きく動き出すタイミングを見計らってね、ちょっとエントリーしようと思ってたんですけど、今上昇していってしまったので、ちょっと様子を見ていこうかな。まあ、この辺りですね、まあ、5分足レベルで見ると、まあ、こういうところをそこで、まあ、ネックラインにして、今現状こうズンと15分とかね 30% レベルのこうトレンドができてきているっていうところです。で直近高値 111.18 っていうところ、まあ、ここに向けて今相場が動いてきているっていうところと、この買いでこの111円で、まあ、サポートされたとすると、まあ、次の目標がねこの 111.4 円付近、まあ、こういったところになってくると思うので、まあ、もう少しもう一段階ねぐんとまあ相場がするか進む可能性があると。なのでまあ短期足レベルでも、まあ、押し目を買っていきたいなっていうところですね。で、まあ、損切りを置くとすると、この直近の安値、まあ、111円の少し下になるので、まあ、ここまで12ピップスぐらいかな。一回変えますか。はい。
で、直近高値を超えられないと、やっぱりね、再度こう強く売られてくる可能性はあるので、まあ、それを見据えて、まあ、損切りを切り上げていくってことはまあ必要ですけれども、そうでなければ、上位足の目標111.4円近辺までの、まあ、上昇が期待できるので、まあ、そのあたりをに差し値を置いてね、様子を見ていこうかなと思います。で、例えばこういうところにね、窓を開けている状況ですし、その目標を到達すると、一旦こうストーンとね、まあ、強く売られてくる流れっていうのも、まあ、あるので、それがまあどのあたりなのかなと、まあ、例えば週末の雇用統計に向けて、まあ上昇しながら、そういったタイミングで一旦こうドンと下がってくる可能性があるのかなと。まあ、ただ今はね、週明けからの流れで、まあ、安い位置から買っていく方が優勢は高そうなので、まあ、逆張りを狙うのは、その、まあ、高値を切り下げていったあたりとか、まあ、目標を到達したあたりからにするのが、まあ、ベターかなというふうには思います。はい。で、今のこの流れで、まあ、111円を割り込んでくればね、一旦損切りをするマイナス12ピプス、まあ、今ポジション半分なんでね、マイナス6ピプスですね。で、下がってきたら再度、ね、買いのエントリーしようかなと、まあ、追撃の買いのエントリーしようかなと思います。で、まあ、メインというか、今現状持っているのが、まあ、ポンドドルなんで、まあ、この行く末、例えば夕方の時刻でね、ドンと下がるかもしれませんし、ドンと上がるかもしれないと。ドンと上げてくれることがあればね、まあ、損切りをもうどんどん切り上げていこうかなと。あと、まあ、現状、まあ、損切りはね、縦値に置いているので、まあ、リスクは、まあ、回避できた、まあ、ゼロになったってとこですね。あとは、まあ、様子を見つつ、まあ、直近高値を超えていく、まあ、切り上げていく、こういった切り下げを抜けていくような流れがあれば、そこの流れについていきたいなと。というところで、一旦この動画ね、終わろうかなと思います。また一応夜に、まあ、結果だけ報告しようかな。はい、新元号令和ということでね、令和はどんな時代が待ってるのか、楽しく過ごしていきたい、と思ってる方、まあ、多数いらっしゃいますけどね。とにかくいい年、人類皆平和でね、もうすべての人が平等で、ニコニコしてね、笑って過ごせるなんていうのが、まあ、世界平和、まあ、日本の平和のね、まあ、象徴だったりもするわけですけども、なかなかね、そういうのはっていうのは現実問題難しくて、ただ、まあ、自分の、まあ、個人レベルの力、っていうのは、まあ、どんな時代でもそれを活かせるっていうのが今の日本の土壌の中にあるので、まあ、恵まれた環境っていうのはね、まあ、日本人全てにおいて平等にあるっていうのは、まあ、しっかりと認識をして、まあ、やりたいことをやる。やりたいことをやるには案外ね、こう自分の意思一つでできますよっていうこと、そんなことをね、まあ、今後も、まあ、こんな動画を通して、まあ、発信できたらいいかなというふうには思ってます。あ、それではね、今日の動画は以上です。また更新します。はい、ポンドドル、昨日の続きですね。今、時刻は4月の2日、日が変わって、週明け火曜日、今11時ですね。昨日、ここの週明けして、下値動きから1.30っていうところでね、短期の押し目、これを意識されたところから、この切り下げをブレイクしたところ、ここで、まあ、一度買いのエントリーしたと。で、ここを抜けていけば、この1.31っていうところだったり、1.32っていうところね、こういったところまで向けて、チャートがぐっと動いていく可能性があるかなっていうところで、様子を見ていたと。で、その後、まあ、見事にね、この高値を超えていって、この1.3039、この辺ですね、この持ち合いを、週末から続いてきたこの持ち合いを上に抜けてきて、まあ、1.31、目標まで到達したと。これ、分割決済をして、一旦40ピプスだったかな。で、その後、再度保有をしていたんですけども、まあ、直近高値をこういったところがドンと強く売られてね、まあ、ここで、まあ、決済をされて、合わせてプラス65ピップスぐらいかな。で、今、取引を終えました。で、再度ね、今、この、まあ、ネックライン、1時間足レベルで見るとね、この1.3039というところがかなり意識されていて、4時間で強烈に売られてきたんですけども、ここで、まあ、サポートするのがどうなのかなと。今いる値段としては、1.305というところで、これかなり意識されているので、この持ち合い、ここからまあどうなるのかなと。4時間足レベルで見たときに、まあ、下髭つけてね、押し返されて、今、次の4時間足が、この今、陰線でスタートしてますけども、これがどこで確定してくるのかなと。短期足で見たときには、こういう今ね、切り下げ、ズドーンって売られてきてから、まあ、じわ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 、この戻り売りというか、まあ、切り下げが入ってきていて、
ここで宇都大社たちの、まあ、利確等が入ってきているところで、この切り下げを上にブレイクしてくれば、再度ね、この上位足、まあ、4時間だったり、日足レベルのこのレンジの中ですね、その中に入ってくるような流れが想定できるので、それを想定して見ていきたいっていうところです。